はい、こんにちは。ノットオブチャンネルの青塚です。今回は豚バラブロックを、料理が苦手な人でも、美味しくおもてなし料理に変える魔法のレシピを紹介したいと思います。まあ、包丁も全然使うっていうか使っても基本ぶつ切りでいくので苦手な人でも全然 OK です。では早速いきましょう。はい、ではまずは材料からの紹介です。豚バラ、人参2本、じゃがいも2個、あと玉ねぎはそうですね、3かけらか4かけらぐらいですね。まあ、これ大体大人2人分ぐらいの量です。あとは、味付けは大体このマジックソルトだけでいけるので、これ1本買っておけば間違いないです。あと、まあ、オーブンを使うんですけど、オーブンは200度で予熱しておいてください。その方が時短になります。はい、では調理に移ります。はい、ではまずは野菜を洗って切っていきたいと思います。洗います。はい、洗いました。まあ、ここから皮むいていきます。まあ、僕は、包丁とりあえず使えますよ。ということなんで、基本的に皮はピーラーで剥いちゃいます。はい、こんな感じで皮剥きます。あとは包丁でぶつ切りに切っていきます。最初は結構レンジに入れるとちっちゃくなるので、ほんと豪快にぶつ切りでいいと思います。まあ、あとこれ半分ぐらいですかね。まあ、ぶつ切りなら包丁初心者でもできるので、私もまあ初心者です。切っていきます。にんじんこんな感じです。もうこんなざっくりで OK。次、じゃがいもいきます。じゃがいもも半分にして、これだとちょっと大きいので、このぐらいで OK ですかね。まあ、均等にしないと味が変わるんだけど、そんなことは別にしなくて大丈夫です。これが、電子レンジに入れるとめちゃくちゃ、オーブンで焼くと、めちゃくちゃうまくなるんですね、野菜も。まあ、野菜にもマジックソルト後で振るんですけど、マジックソルトがすごいのか、野菜がすごいのか、素材のうまみっていうものを感じれる料理です、今回も。はい、じゃがいもと人参、これで OK です。こんなざっくりで OK。まあ、小学生でも作れますね。じゃあ次、ニンニクいきます。はい、ニンニク、今回は6かけらですね。これはお好みで大丈夫です。まあ、私はニンニクが好きなんで、ニンニク、今回6、結構多めに使って、これを皮むいてスライスしていきます。はい、薄皮むけたらスライスしていきます。まあ、適当に、自分が薄いなっていうぐらいの感じでスライスしていけば OK。別に厚くても問題ないし、まあ、オーブンに入れちゃえば関係ないんだけど。ニンニクって美味しいんですけどね、まあ、匂いが残るっていうのもあるんですけど、一番は手についてね、これがやばいっすよね。2日ぐらいしてるのに、何か取るいい方法あるかを敷いていただきたいくらです。はい、こんな感じで、もう超絶ざっくり。こんな厚み。あれか、こんなのもあって。2つなんですけど、まあ、オーブンに入れるんで問題なしです。はい、じゃあ次は肉に味付けていきます。はい、じゃあこの豚バラブロックに味をつけていきます。牛肉はなんか焼く前30分ぐらい常温にしろみたいなね。なんかティップスがあるんですけど、豚バラってどうなんですかね。一応常温には、常温で30分ぐらい出しておいたものってね。はい、この豚バラなんですけど、まあ、全体にマジックソルトをすり込んでいくだけです。結構多めにしっかり味付けた方がいいです。こんな感じで、まああとで野菜にも振るんですけど、マジックソルトが足りない可能性がある。はい、じゃあ次行きましょう。はい、あとは、オーブンに入れるために盛り付けていきます。オーブン用プレートに、クッキングシートを敷いて、あとは盛り付けていきます。まあ、チョークでもいいと思うんですけど、クッキングシート敷いた方が後々洗いやすいので、おすすめです。はい、じゃあまず真ん中に豚バラを、脂身上にした方が美味しくなるので、脂身上にしておいてください。で、あとは野菜をもうほんとざっくり適当に、適当に敷き詰めていきます。まあこれに玉ねぎなんかスライスしたもの入れても多分美味しいと思うので、できる人はやってみてください。で、さっきちょっと俺はスライスしてから気づいたんですけど、多すぎねっていうぐらいスライスしたニンニクを適当にちぎばめて、すげえ、ニンニクね、やばい。はい、こんな感じで、あとはもうこれ、オーブンに入れて焼くだけです。オーブンは200度で約45分になりますので、まだ余熱かけてない人は今かけちゃいましょう。はい、じゃあ入れます。はい、ちょっと、さっき野菜にマジックソルト振るのを忘れたので振りました。じゃあ、このままオーブンに入れます。やばい、もうすでにうまそう。で、200度でやる。これで、見えるか。45分で加熱します。はい、では45分待ちましょう。待ってる間はね、炭酸ジュースでも飲みながら待つと、もうほろ酔いになった時に、美味しい豚バラブロックが完成しています。焼き始めて20分後ぐらいですね。もうだいぶ脂が出て、もう今すぐにでも食べたい感じです。はい、じゃあ焼き上がりまで待ちましょう。はい、では早速できたので見てみたいと思います。うわ、やばい、超うまそう。ちょっと取り出します。はい、こんな感じです。まあニンニクはちょっと焦げてますが、まあこれもうまいんで、食べやすいように盛り付けていきたいと思います。やべえ、うまそう。はい、じゃあ盛り付けができました。まあ肉なのに、魚のお皿っていうセンスのなさは置いといて、まあめっちゃうまそうですね。はい、ではちょっと食べていこうと思います。はい、じゃあ早速自粛していきたいと思います。じゃん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 、やば、まずは肉からオニオンと一緒に、いいかな、いただきます。うん、時間かけただけあって、やっぱめっちゃうまいっすよ。もう豚バラじゃないですよね。もうこれ牛のレベルぐらいに美味しくなるんで、ぜひビールと一緒に食べてみてください。あと野菜、じゃがいも、人参、マジックソルトしか振ってないんですけど、もともと要は素材本来に甘みが出るんで、まあ、野菜嫌いな人も食べやすいと思います。もうめっちゃ美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、では今回の動画のまとめです。今回は、包丁を使わずに誰でも簡単に豚バラブロックを、おもてなし料理に変えるレシピ、魔法のレシピのご紹介でした。まあ豚バラブロックもそんなに高くない、ワンブロック、まあ、僕が使ったのは800円ぐらいですし、あとは野菜、人参とじゃがいもと、あとにんにくがあれば、もう時間はちょっと1時間ぐらいかかるんですけど、まあ切って入れちゃえばもうその間はいろんなことできるので、すごい簡単に美味しくおもてなし料理ができると思います。まあ今ゴールデンウィークですが、コロナの影響で外出自粛になってる人多いと思うんですよね。まあそんな人も、まあ、普段あまり料理はしないけど、ちょっとやってみようかなっていう時に、包丁はもうぶつ切りで OK なので、是非いつも料理しない人も是非トライしてみてください。はい、では今回の動画は以上です。もしよろしければ、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。バイバーイ。